ラテアートなるものを求めてカフェという場所を訪れている。あれは何だ、何かの実験道具か。それは今度は何だ、何の音だ。あの男は一体何をしている。コーヒーを作るのにこんな音がするのか。どうぞごゆっくり。どこから口をつけるべきなのか。なんということだ。飲めば飲むほどパンダでなくなってしまう。ラテアート、なんと無慈悲な飲料。いいんだ、それが僕らの運命。マスター、隣のお客さんにパンダラテをもう一杯。うん？